お疲れ様でございました。まだ日が高いですよ。さっきね、あ、そうそう、今日はこれからウォルマートに行きます。ほら、こないだちょっと行くはずだったのに行けなかったから。今日こそは行きます。でね、どの道シホとギズモにご飯っていうかおやつっていうかを買ってくつもりでいたんですけど、姉さんにお礼にね。だけどさっき電話があって、ごめん、ちょっとなんかそこを尽きてるからお金払うから買ってきてって言われて、これもしかして高い車じゃないですか、コルベット、わかんないけど、コルベットって分かったの、書いてあるから読んだだけです。今日はね、久しぶりにそうそう、エレンと、それから、サラと、そうそう、あとランスと、いろんなね、ちょっとエージェント同僚とブローカーたちと会ってよかったです。はい、あ、もう渋滞の時間、うわ、もう4時間なんだ、気づかなかった。ちょっとね、今日は今からウォルマート行って、でもちょっともうあんまり頑張るのやめようかな。買い物リストがすごいあるんですけど、どうしよう、どこまで頑張るか、ちょっと今自分と相談です。なんかね、自分の買い物じゃないんですよね、本当に。なんかコナの不動産屋さんって多分日本だと、都会だと多分考えられないと思うんですけど、本当ね、なんか何でも屋さんなんですよね。え、そんなことまでやるのっていうことをやったりします。はい、え、そんなことっていうのはね、じゃ例えば前クライアントさんから家を売却されるね、案件だったんですけど、朝いきなり出店をかかってきてね、女性、ちょっと高齢の女性だったんですけど、高齢っていうか、それなりの年齢の女性だったんですけど、犬の散歩してたら転んで腕が上がらないのとかって言って病院に連れてってほしいっていうお願いでした。はい、でね、連れてってはいいけど、その X 線取って何やってかにやってっていうのにすごく時間かかっちゃって、ちなみにその病院ってコナコミュニティホスピタルなんで、その方のお家はね、結構コナの北の方で、でコナコミュニティケアラケクアの方なんで、ざっくり40分ぐらいはかかったんですけど、でそのなんか X 線やら何やらかやら待ってる間もね、もうなんか刻々と、なんかこう、私もいろんな仕事あるし、いろんなこうね、リスケしたりなんやらかんやら、そう、病院連れて行くとかね、なんか迎えに行くとか、本当、子供の面倒見たりとか、なんか本当、犬の散歩したりとか、なんか本当、とんでもない、えっていうようなことまで結構、何でもやったりしてますね、皆さん、私だけじゃなくて。今日はいないよね、もうこんな時間いないと思うんだ。この間ね、時間も悪かったと思うの。あの時間やついてもおかしくないもの。よし。よしとか言ってね、もうなんか、はーとか、ふーとか、へーとか。よいしょ。よいしょとかね。よいしょとか、ふんしょとか、なんかそんなんばっか。
てるね。やっぱこの時間いいね、いいね、いいね。はい、ここに止めたいです。いいじゃない、いっぱい空いてて。なんか不気味なぐらい空いてるわね今日ね。まあ平日だしね、変な時間だし。よし、じゃあ行きましょう。お疲れ様でございました。ちょっとね、動画回す余裕なかったです。すごい車のね、今荷物を積み込んだらもうなんかバックミラー見えないっていうねぐらいに、ギャグみたいに急急にいろんなもの詰め込まれてます。そっち行きたかったんだけど。なんか綺麗ですね空ね。やっぱりさ、なんかコナはいいですね、いいですね。もうなんかほんとすいません、つまんない。疲れてるわね。えちょっとそう、姉さんに頼まれたね、主婦たちのご飯が2種類あるうちの1個しかなかったの。どうしよう。今ね、ターゲットに行くかどうか悩んでんですよね。どうしようかな。なんかもう今すっごい疲れ果ててるんですけど、あーちょっと KTA に行こうか、どうしようか。あーどうしようかな。お家帰ろうかな、お家帰ろうかなっていうかね、これからちょっとお客様のところに行かなきゃいけなくて、うん、ちょっと悩もう。これを左に向かってちょっと悩もう。ワンもう 5時半だ。これ多分あれですな、サンセットが見えるパターン。なんかコンビニとかあったらいいんだけどな。あとなんかもう本当になんか日本のドラッグストアみたいな、もう簡単になんかこう何かが降って買えるような。なんかどこも大きすぎて、お店が大きくて駐車場も大きくてでね、なんか物探すにも時間かかるし、買うのも時間かかるし、ね、どうしよう。ちょっと悩みます。空が綺麗ね。よし、決めた、ターゲットに行くのだ。なぜなら姉さんのためだから。あと姉さんと、あとね、ギズモと志保のためだから。めっちゃお世話になってるから。私だってもう姉さんがいなかったらね、今頃こんな仕事できてないし、うん、ちょっと頑張る、頑張るっつうのは別にね、ちょっとターゲット寄るぐらい。でもまだね、あーなんか綺麗、うわー天使のはしごだ、すごい空が光ってるよ、うわー綺麗だね、すごいなー。なんか東京にいるとこんなに大きい空が見れないから、あそうそう聞いたんだ、ここついに K マートのとこなんか入れなくなったんですよね。いいことだ、いいことだ。あすっごい立派なゲートで、うん、だってここすごいなんか変な人たちがいっぱいたむろしてて怖かったですもん。
ちなみにこの右手のね、綺麗な建物はコートハウスです。なんていうの、地裁っていうか簡易裁判所っていうか、なんだろう、なんでもね、アメリカはこのコートに行かなきゃいけないんですよね。離婚の調停とか、あと何、こう違反切符でなんかこうそれをなんかこう不服として申し立てをするとか、とにかく何でもかんでもコートコートコートで、前はね、確か披露に行かなきゃいけなかったんですよね。でも例えばこう飲酒で捕まったとか、そういう犯罪者の人たちとか、まあこうね、そういう人たちってこう披露までわざわざ行くのがめんどくさいとか行けないとかっていうのでできたらしいです。コナに歩いてでも行けるだろうみたいな感じで。よし、ターゲットににゃんこの、にゃんこたちのにゃんこたちの、ちょっとご飯見に行きます。今週はね、週末にかけて姉さんのね、息子ちゃんが来るんですよね。って言っても私とね、ちょうど10歳違いなの。だから、なんて言ったらいいの？姉さんって私の母親ほどじゃないんですよ。もちろん。ほんと、姉さんって感じなんだけど、なんかすっごい年上のお姉ちゃんって感じかな。息子ちゃんはね、前も、会ってて、トレバーっていうんですけど、めっちゃナイスガイで、だってね、ちょこちょこ帰ってきてはお母さんもね、こう手伝いしてくれてんですよね。やっぱりね、女で一つで本当戸建て維持マジ大変ですよ。土地が大きければなおさらね、本当にヤードのね、ヤードワークとか、あと本当にこうちょっとした修理とか、こっちはやっぱりすごい DIY が多いんですよね。日本みたいにこうちょっとした修理とか、なんかね、下水が詰まったからなんかこうね、なんかこう何でしたっけ、なんとかっていうところにこう電話したら24時間対応してくれるとか、ない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 って感じです。もう本当何でもかんでも、もうやっぱり自分でね、いろんなことできないと本当結構大変です。はい、というわけでちょっと行ってみましょう。ね、いろんなもんがやっぱりちょっとおしゃれですよね。家具とかちょっとしたものをここで買えますもんね。ね、おしゃれだよね、おしゃれだよね。猫の猫の、そうだそうだ。はい、ターゲットさんお疲れ様、セツさんもお疲れ様。いやん、ごめんなさいね、失礼。いや見て、すごいこのなんかシルエット、ヤシの木のシルエットってなんで素敵なんだろうね。いやー、あー、なんか癒される。なんかね、今日もなんかもうめっちゃ仕事して、めっちゃ忙しくて、今からもね、もう一箇所ちょっとお客様のところ行かなきゃいけないんですけど、でも全然ぶっ飛びますね。なんかうわー、綺麗だな、本当に素敵。ちょっとね、無機的に、あー、なんか今ちょっとアイス食べたいかも。 DQ、 なんか今無機的にアイス食べたいかもって言ってることめちゃくちゃですよね。いや、でも本当に、よし、サンセットドライブしましょう。しましょう、しましょう。おー、
いいですね、この向き綺麗だな本当にね。空が大きい。やっぱり雲が出てるとサンセットが綺麗ですね。雲が映って今ね6時15分、日が長くなりましたね。私覚えてるんだけど、前回1月2月は6時頃がもうね日没でしたよね。日が長くなったな。夏に近づいてるなって感じがします。そういやもうそろそろ日本、あれ今日もしかして祭日？あ、なんかもう全然日にちの感覚わかんなくなってきた。そうでもね、ハワイに越す前の年2016年って私すっごく、今から8年前ですけど、結構天気になった。天気ってあの何、こうウェザーじゃなくてあの転換期っていうの年だったんですけど、あの母とね、あのオアフにちょっと長期旅行に行ったんですよね。2週間か3週間かワイキキにずっと泊まってたんですけど、で妹もなんかついてきて全期間じゃないですけど途中妹も一緒にこうくっついてきて、一緒に波乗りしたり、で母とね、なんか娘2人母親と、なんかこうそういう旅行ももうね、なかなかないかなって思ってた時だったから、そう、その時ね、確か3週間近くいたんじゃないかな。この時期だったんですよね。うわー綺麗。ちょっと止まってるからこれ撮ってもいいかな。めっちゃ綺麗です。これハーバーのところ、そう、それでね、その春休みでちょっと思い出したんですよ。2016年の3月でね、3月23日って私その初代の私の愛病猫チビのが、虹の橋を渡った日で、特別な日なんですよね。でその時ね、その日確かノースショアに行って、夜がすごいワイキキに戻ってきて、そうノースで板をオーダーしたんですよねいつもお願いするところがあって、その人にカスタムでもう2本削ってもらってるんですけど、3本だ、1本は日本に持って帰って、1本はあの片身にもらってって言って姉さんにあげましたそうで1本はあの真っ二つに折れたやつです。そう真っ二つに折れたやつがその時にオーダーしたんだよね。短い命だったな。2016年にオーダーして16、17、18、19、20、4、5年か、寿命短いぜ。でもまあハワイで生まれてハワイでねたくさん乗られて、そう結構ね私のビッグウェーブボードだったんですよそれ。まあマニアックな話になりますけど、私あのロング乗りで基本9フィート9の9-2を2本持ってるかな。で9のが残り全部、あとはねまあ今時流行りのあのなんていうのミッドレングスとかも結構好きで、で、まあ、610とか74、76とかも持ってるんですけど、そうそうでね、その中で、9フィートあるいは92のロングボードって長くて重いからでかい波の時引っ張られるんですよ。なんかもうワイプアウトするとそれこそもう本当折れそうだし折れるし、あとなんかもうかわせないんですよね。引っ張られてほらあの何ダックダイブできないし、でなんかこう引っ張られちゃうから、ちょっとねちょっと薄くてちょっと短い方がまああのいわゆるこう何ダックダイブあのあれ何なんだっけドルフィンできなくてもやっぱり水の抵抗が若干違うから、だからねその86だったんですよ、デカ波で折れたやつ。
86でね、あのビッグウェーブ用でね、ほんとちょっとガンっぽい感じで、まあビッグウェーブって言っても知れてますよ、私はデカ波苦手なんで無理なんで。うわそんなことよりちょっとめっちゃ綺麗じゃないですか。どうする、パインズ行きたいね、今ね行きたいけど、これ左曲がったらビーチですけど、いや行かないですよ、だって今からクライアントさんとこ行かないまだ仕事だから、もう、はい、行きましん、また明日ね、っていうか明日もね多分タウン直行します。うん、タウン直行だって波大きいから、多分とか絶対。綺麗だわね、ザ・ハワイ島。でも一回は北の方行きたいな。でもちょっと今回無理かな、忙しすぎるわ。もうだってもう本当に残りあと何日かだし、今ねもうダラッダラッダラッダラ動画回してるでしょ。でなんか見てる方も嫌になってきません？ごめんなさいね、本当になんか毎日同じじゃんみたいな、天気が違うでしょ変わり映えじゃなくてね、もうしょうもない、なんかねえ動画でね、でだけど、まあ、何をとしたか忘れちゃった、もうダラダラグダグダ、ごめんなさい。うわ綺麗だな。そう、まあでもね、もう本当に今回はちょっとね、なんか何も面白くなかったかもしれないですけど、まあ、一応ね仕事で来てるんで、ちょっとあのエンターテイメントで、あの YouTube の撮影に来たわけではなくすいません仕事のついでに一応ちょっと動画回してね、世間にさらしてるっていう感じで。でもだんだんちょっとね溜まってきちゃって、あのどんどんちょっとあの音楽乗っけてね、氷投げていかないと。ちょっと今スマホ2台使ってやってますけど、それでもねやっぱりいっぱいになっちゃいますね。ね。ラー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 ウォー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 ですね。うわーほんと綺麗だ。よし、ちょっとね空港ロード登ってきます。天気がいまいちかなって、ね、思ったけど、やっぱり西日で照り返しでね赤くなってる。いいねいいねいいね。うわーすっごい背後が赤いです。赤いっていうかガークン色、オレンジ色。あー今ガークンって言って、でもね太郎に会いたい。太郎にゃんにゃん。にゃんにゃん。もう太郎は本当に面白くて元気いっぱいで可愛い。ガーはね、ガーは本当全てだったな。私の全てだった。いろんなものを補ってくれて、いろんなものを支えてくれて。なんか不動産のライセンス取るときも朝9時から夕方5時まで勉強って決めて1ヶ月でガーってやってたんですよ、詰め込んで。じゃないとほら、あの年だから詰め込んでもこう忘れちゃうんですよね、詰め込んで矢先に。だからまあもう本当短期勝負って思って1ヶ月超ガリ勉してたんですけど、その時にねいつもデスクのサイドテーブルのとこにもうガーがずっと座ってるの。でももちろんね座ってるうちに寝ちゃうんですよ。だからそのサイドテーブルのところにもうあのタオルとか置いてあげて、あのもうガーの寝床になってましたねその写真今もありますよ。
ね、その頃はもう YouTube なんてやってなかったからね、太郎のチャンネルを作ったのは、あの自分のね、なんかこう日記にしたかったんですよね。太郎の日記帳っていうか、本当に今思うと、なんかもっとガーをなんか動画撮っとけばよかったとか、もっとなんかね、YouTube とかにも残しとけばよかったとか思って、あんな最後のね、なんか食べられないよとかね、病院のところで私がなんか叫んでるのとか、そういう悲しいのだけじゃなくてね、いっぱいいっぱい楽しい、面白い、可愛いところがあったんだよなって思って、それでね、やっぱり太郎は本当いっぱいいっぱい記録を残そうと思ってあー、でも本当綺麗ね、すごいな、あんなに曇ってたのに、あんまり綺麗だからこのまま回していこう。さっきターゲット出るときに姉さんに電話して、あ、もしもし、私って言ったら、私って分かるわよって言われてまあ、あの何、着信でこうね、あの表示が出るからね、 It's me って言ったら I know って言われて、はあ、あ、そうそう、お、言うの忘れてました、あのターゲット行った甲斐ありましたよ、売ってた売ってた、よかった。ちょっとね、夕日を背にという形になってきちゃいましたが、このあとちょっと止まってサンセットが見れるかな、見ようね、この赤い花もすごい綺麗ですよ、もうわっさわさ、これ何、ブーゲンビリア、すごいね、あと世界がすごく染まってきた、真っ赤だよ、すごい綺麗ですね。雲の中に沈んでっちゃった。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。皆様も良い一日をお過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。ハワイ島コナからお届けいたしました。